マイトピアのね、紹介をさせていただきたいと思います。めちゃくちゃ豪邸っすね。なにこれえぐいなこれよくあれでこんなん弾けるな。すごいんだけど。ハローモームジカです。ということで本日はですね、久々の撮影、これね半年前ぐらいは結構やってたんですけど、まあ、最近はねちょっとアップデのいろいろな関係もあって、なかなか撮ることができなかったんですけど、マイトピアのね紹介をさせていただきたいと思います。マイトピアのね動画結構ね評判良くて続けてたんですけど、ある一定の時期で荒野行の運営さんからアップデが止まったっていう話を聞いて、でそっからなかなか撮影する機会が減ってたんですけど、今回ですね久々に撮ろうと思ってましてね、今回もうねマイトピアすげえなってね思うようなね、ちょっとスクショとかもらってね、ぜひ撮らせていただきたいっていう人がいるんでね、今回招待させていただきます。ということで来てくれるかな。おおいかつ、来た来た来た、お疲れ様です。お願いします。我が家3匹のガオさん、ガオさんを何人かの方からねご紹介いただいてね、もうガオさんのワトピアはすごいと、半端ないというね、ちょっと噂をお伺いしているので、ぜひ拝見させていただければと思うんですけど、マイトピアガチ勢さんってことですかね。まあそうですね、ほぼほぼ趣味で本気でやってますね。前はかなりいたじゃないですか、マイトピアガチ勢というか、それこそクランもいくつかあってみたいな。最近はどんな感じなんですか。あの当初いたモサたちがいるぐらいで、はい、クランとかはまあほとんど活動してないよね。ああそうなんですね。アップデ自体はもうほとんど止まっちゃってるんですか。ほぼほぼ変わりはないですね。おでもその中でもかなりできることはあるという、まあ、いう感じですか。そうですね、まあ、あの頃の最後の方に、まあ、バグっていうのが見つかって、まあ、それをやる人たちとやらない人たちに分かれたりします。そのバグをうまく利用してアスレチックみたいな面白い要素を取り入れたりする人とか、あくまでバグは使わないで外見の美しさにこだわっていくよっていう、ね、ガオさんはどっち側ですか。まあ、自分はやっぱ荒野のルール内で作りたいので自分は一切使ってないです、はいはい。なるほどっすね。リスナーの皆さんもね、ここまで聞いたらね、まあ、アプリ全然止まってんのかと、大したもの作れないんじゃないかみたいな感じだと思うんですけど、ちょっと僕も今そう思ってます。まあ、アプリ止まっちゃったらね、できること限られちゃうんでね、ちょっとこれはねハードル高くなってるんじゃないかと思いますけど、実際行ってみてもいいですか。ああどうぞどうぞ。はい、神社アイリス島荒野行動で、そもそもマップに神社ってないじゃないですか。あるか、東京にあるか。他のマップだとなかなかないんで、なんかそもそも作れんのかっていうイメージあるんですけど、まあ神社とは別だとは思うんですけど、ワトピアということでちょっと見させていただきます。3、2、1、ドン。ほいー、あ、おしゃんな、おしゃんな建物が建っております。めちゃくちゃ豪邸ですね。こちらは テーマはテーマはまあちょっとしたスタジオっていう、外から見たら割とモダンな企業みたいな感じですけど、ね、ご案内していただいてもよろしいでしょうか。入り口から入っていく感じなんですけど、はい、この子どっかで見たことあんな。この子カーボの子じゃなかったっけな。あ、この子カワボーですね。外と中どっちこだわるはずか。自分基本的に360度建築、どの角度から見られても自分は恥ずかしくはない作りでやってます。外だろうが中だろうがってことですね、はい、すごいっすね、はい、ちょっと入った時に、まあ、お食事どころというか、まあ、ラウンジ的な感じですよね。そうですね。で、まあ、受付がありつつ、もうこれ会社っすねとりあえず表の入り口から入りますか。はいはい、まあ、よかったらドンと入って。あ、いいですか。じゃあ、おーすごいな。これが一応恋のから騒ぎっていう番組のスタジオ、うん、あー企画のあれで作っていただいた、なるほど。ちょっとそっちのネタバレが被っちゃいますけれども、今ですね前にカーボ選手権で集めたカーボ女子たちを集めて、昔ねあったねさんまさんがやられてたね恋の河原騒ぎっていうね、どんなテーマでしたっけね、女子が思う彼氏に引いた一言みたいな、テーマをいくつか決めてバーって喋ってもらうみたいな企画ですよね。でそこのスタジオを作ってくれる方をそもそも探して、その時にガオさん紹介いただいて、作れますかって聞いたらできましたっつって、もう次の日ぐらいにねこれをね、そうだそうだ、すごいな。で、まあ、ここ、まあ、2階から、まあ、見下ろす感じもできる。そっち側はまあちょうどゲストが降りてくる階段に。ああ、なるほど、こっからですね。すごいな。これ制作時間どんぐらいですか。10時間前後で作ってるんで、何ヶ月経っても作れる自信ないですけど、こういうのだってこれもゼロからあの敷地から作るってことですよね。うん、ですね。基本的に依頼さえあれば、まあ、何でもチャレンジはできますもうお仕事でもそういう作る系のお仕事されてるんですか。工業系よりですけど、
はいはいはい。なんか、まあ、壊して作って、なんかいっぱい座ってますね。なんか増えてるけど。この人、名前な、何でしたっけ、なんて呼ばれてるんでしたっけ、みんなね。オジーって呼ばれてますね。あ、そう、オジーだ。喋れなそう。ちょっとじゃあ、上から見下ろすって、あっちから入れんのか。ちょっと行ってきていいですか。そうそう。から、おお、すごいな。ここでちょっとね、企画やんの楽しみですね。ここがゲストの席か。いやー、すごいな、クオリティ。絶対作れる気しない、本当に。じゃあ、こちらはあれですね。依頼で作成したっていう。あ、そうです。ちょ、360度ね。うわ、すごい。上もちゃんと綺麗にこだわってる。ちょっとこれ、夜バージョンもいいですか。夜バージョン。あ、どう？これか。夜。おしゃれですね。いいな。住みたいな、こんな家。マジで。もともと本当、最初の頃、和トピばっかり作ってたんで、最近はちょっと 洋風なトピをチャレンジはしてるんですけど。ちなみに、今入ってるシリーズ、他になんか見せられるトピアって ありますよ。ありますか。まあ、マイトピアが始まった当初、自分が初めてまともに作ろうと思って作った一番古い作品の設計図がまだ残ってて。最初の最初ってことっすね。あ、そうです、そうです。ちょっと切り替えます。はい。OK ですか？はい、OK です。さい！お！かっこいい！本当に古いんで、ちょっと作り自体も自分の中でめちゃくちゃ古いんですが。いや、なんか古いって言われたら、最初の方に作ったものなのかなって無理やり思っちゃうんですけど、なんか最近作ったって言われても全然わかんないですけどね。すごい個性的っすね。わー、綺麗。お、こんな虎が。昔当初銃を岩に刺してみんなが遊んでた頃に自分がまあどうしても作りたいと思って仏像をどうやったら作れるのかなと。仏像どこにあるんですか。で、どう本殿の中に。本殿どうしても作りたくて今の正面のなんかおるぞ。そのまま全然普通に上がってもらって見せるためにちょっと階段は売ってないんですよ。上がるなと。何これ。えぐいなこれ。で、今まあそうですね、ワトピとかいろんなところで銃のアレンジをしてるのはみんな多分何らかで自分のことを見たりそこで広がってったメンツがやり始めて。これをそもそもやったのはガオさんが初めてってことですか。プッサスそうですね。それは裏から見るとまたより一層綺麗。新スキンみたいな。そうですね。これもちょっとなんか刺す感じもこだわってるってことですよね。そうですね。ちょっとやっぱ先住にどうやったら見えるかなっていう感じで、これナイトで見るとすごくいいですよ。おお、かっこいい。すごいっすねこれ。荒野行動でこんなの初めて見た。ずっと見てられるんだけど。このトピアを建てた時ってレベル6が存在しなかったんで。レベルで何ができるんでしたっけ。レベル6で範囲が増えたんです。このしかも気になるけどな。範囲が増えた時にレベル6の部分を継ぎ足しで建てました。山側の方の敷地が増えたんでその時にすぐ建てたよ感じです。ここの中にも。ここ開かない。ここは宝、まあ、宝物庫ですね。ここの壁が障子みたいな。あ、障子になってるんです。あの千手観音見れただけでもなんかすごいご利益が。じゃあちょっと他のも見させていただいても大丈夫ですか。あ、了解です。てかあれっすよね、こういうことができますっていうマニュアルないじゃないですか、マイトピアって。そうなんですよ。やけみんな個性どれだけ出せるか、こういうのができそうっていうのを考えながら発想で置いてみたりして入れ上げてるってことっすよね。そうですね。自分の場合は一度二度頭の中で作るようなイメージ。わあ、すげえ。わですね。じゃあここからさらに進化した次の図面を。入り口は左になってる。なんか増えてない人が。どんどん。なんか増えてきてない？これはテーマはどんな感じですか？これはうちの軍団の総本部をイメージして作ってる。じゃあ早速。すごいな、初めて見たこんなの。リアルで見てるのも含めて初めて見ました、こんな。お、すげえ。エヴァがかっこいいっすね。和洋折衷でしたっけ。あ、ここにももしかして千住様がいらっしゃいますね。いや、これは制作時間どれくらいですか。これも本当10時間とかですね。マジで。もうその日のうちに完成してしまうんで。え、もう一回集中したらもうガーって作って。あ、そうです。続ける感じですか。その時の感情のままに作るんで。作ってる時って人入れるんでしたっけ。あ、入ります入ります。
自分これ設計図内で作ってないんで、見せながらパフォーマンスで作ってますね、毎回。そうやってやるのかと。夜がやっぱいいっすね。まあでもワトピって基本真っ暗になって死んでしまうのでね。あ、そうなんですか。ここまで全体図が見えるワトピの夜モードはなかなかあんまりない。まあ大体でも自分がマイトピに行ったらこうやってみんな来て遊び始めますね。確かに集まってきましたよね。撮影とか行ってないんですもんね、多分。はい、言ってないです。言葉発してないの。おー、聞こえたぞ。おじ、何してんの今。この子と話してました。この子、この子なの、この子は。じゃあちょっと次が3つ目か。次がヨートピなんです。そちらのテーマはどんなもんでしょう。今回の大聖堂。おちょっと切り替えますよろしいでしょうか。はい。だからなんか来るたびに増えてる気がするんだけど。こんな裸の男いた。おお、すげえ。うわ、おしゃれ。ちょっと回るような感じで見ていただけた。うんうん。はあ、すごいな、本当に。これ多分、マイトピアちょっと作り出したら、より大変さが分かるんだろうな。こちらか、どうぞ。ちょっと、結婚していきます。行きましょう。おお、すごい。埼玉。埼玉が決めておるけど、バチクソ。すごいっすね、マジで。ありがとうございます。こんなん作れんだ。普通に今、できることでやってるんで。でもこれ、他のマイトピアやってる人が、これ見ても、すぐには作れないっすよね。ですね。自分、バグと間違われるんで。バグ。こだわりポイント教えていただいてもよろしいですか。そうですね、今回十字架とかもう銃で作ってみたんですけど。ラクロスや。こっちから見る銅像のアレンジと裏側から見るアレンジが全く違うような。あ、本当だ。でもどっちも表から見る感じですね。何してんのこの子たちね。どんだけ仲いいの。あとなんかここ難しかったポイントとかってあるんですか。今回、まあ、大聖堂って一体、まあ、ちょっと自分の中でパイプオルガンがあるようなイメージだった、うん。まあ、どうしてもパイプオルガンをどうにかして表現して、上にちょっとパイプが出てるようなアレンジに見えたら、ここにピアノがあるんですけど、この頭の上です。茶色い部分、テレビの裏側なんです。あ、これか。この緑のふわふわがある。その上です。あ、上か。そういうの組み合わせてやってるってことですね。そうですね。まあ、それこそね、埼玉さんとかに声かけてみます。埼玉さん、ピアノ弾いてください。さっきパンチだった方ですよね。お。おお、すげえ。よくあれでこんなん弾けるな。すごいんだけど。すごいんだけど。いやー、自分多分埼玉さんが多分一番エグいと思いますね、公演の中で。自分が知る中では。え、ちょっと待って、これをこれで弾いたってことでしょ。そうです、そうです。すごいんだよ。埼玉さん、ぜひなんか名前を変えた方がいいと思いますけど。埼玉でいいの、あの感じで。なんで戻した。ちょっと埼玉さん、ちょっと今度動画撮らせてください。マイトピアだとこれだけど、うん、実写の手元動画とかなんか撮ってもらって、実際だとこんですみたいな撮りたい。すごそうですね。お願いします、埼玉さん。ツイッターから DM ください。お願いします。しかもなんか、この協会だからこそなんか響いてる感じしますね。いやー、ありがとうございます。めちゃくちゃ良かったっす。外で。あ、ペイさんや。揉める。あ、誰さまで。お疲れっす。なんで君たちは中じゃなくて外で話してるの。いや、わかんない。撮影してるかなと思って。ああ、そことか。楽しみに。オジートピアは？オジートピア見に行っていい？ちょっと。あ、いいです。オジは、お、綺麗ですよ。あ、そうなんですか？自分の弟子なんで。うわ、マジか。ちょっとありがとうございました。ちょっと楽しみました。はい。じゃあ、まあ、オジのトピアも楽しんできてください。行きましょうよ。あ、一緒行きますか。あ、了解です。こんにちは。ちょっと案内してください。ね、おー、すごいな。お父さんと一緒に作ったトピアで。え、すごいな。ちょっと、おじいのことなめてた。なんか、犬小屋があるぐらいだと思ってた。お父さんにこっから敵が来たら、こっからなんか銃で撃つって教えてもらいました。それ何を教えてもらってんの。立ち回りを教えてもらってんの。これおじいベッドがあるけど、これはまあイチャイチャするためのベッドですね。
ガオさんと。あ、もうやってるやん、やってんじゃん、やってんなこれ。ちょっとなんかエロいもん探そう。お風呂は風呂設置してない。どうすんの、した後は。雨で体を。雨、野生だな。僕もね、一応お風呂はあるんですよ。え、どこから？ドアを開けてもらったら。中お風呂。中おるぞ。ここお風呂ですか？お風呂。ここ。風呂？ちょっとなんか獣臭がするけど、めちゃくちゃ落ちるよこれ汚れ。私いいね、押しに行くけど。私めっちゃ男の人かと思ってた。うわマジ嬉しいな、なんか。初対面してるけど。コウさん会いたときなんだって。はい、じゃあ終わります。ガオさんありがとうございました。了解です。なんか告知みたいなのあります？今回、まあ、年末ですけど、神社参りっていうマイトピアのどでかいです。年末に神社という括りで全員が新作発表します、はい、おー、なるほど。じゃあ年末にそういうの開催されるわけですね。年末あたりに、まあ、ガオさんのマイトピアとか何人かのマイトピア行くと、そうです、そうです。コメントしてる人とか、コメントに参加者が神社参りっていうコメントをしてるんで、その人たちが全員参加者と思ってもらえるでいいかと思って。なるほどっすね。で、マイトピアを見終わった後に、はい、そのコメントに飛んでってもらって、また神社を楽しんでいただけたら。なるほどっすね。その人のトピアにも神社参りっていう全員がコメントしてるんで、はいはい、ずっと永遠にループで回れるように。ID 検索、荒野面を検索しにっても飛び回れるイベントですね。わかりました。じゃあぜひちょっと年末近づいたら皆さんの前とか行ってみてください。うん、ということで今回ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。